どうもどうもどうも、おたけびっちです。ですね、今回もまたウクライナ関係 の話になったんですけど、今回は、日本のマスコミさんのある記事をちょっと読んでみたら、イライラしちゃって、なんなんだよ、こいつはもう、っていう感じの内容で、まあ、またこれが NHK の、記事なんで、取り上げたくないなと思ったんだけど、あんまりにもなんかもう、バカバカしいんで、とりあえず取り上げてみました。はい。そんでもって、今回は、むちゃくちゃ、もう、口が悪いおたけび G になると思います。もうね、もう、まともに話せないよ。まともに。うん。ということで、とりあえず、記事をちゃちゃっと、割愛しながら話しますね。おたけび G の話し方になります。ロシアの国防省、汚い爆弾、使用の懸念表明、ウクライナ強く反発、みたいな、見出しなんですけど、これ何かと言いますと、ロシアの、シェイク、国防省。この方がですね、まあ、NATO の、まあ、いろんな国の、トップの方々と、まあ、電話会談を行ったと。まあ、電話では話すんですね。ね。お互い、憎しみ合っていても、なんか、電話では話すんだね。そしたらですね、そこで、ウクライナ側が、その、放射性物質を撒き散らす爆弾、いわゆる、汚い爆弾、これを使用する可能性について、一方的に懸念を表明しましたと。これに対して、ウクライナ側は、何言ってんだよ、それ、ロシア側の、その情報の捏造だよ、もう捏造と強く反発しているということで、もうこれ、どっちがどっちなのか、もう訳が分かんなくなってきました。この、ショイグ国防相の方、誰と話したかと言いますと、アメリカのオースティン国防長官、それから NATO に加盟している、まあ、フランスとか、トルコとか、まあ、イギリス、まあ、そういうところの、まあ、国防のトップと、話して。絶対ウクライナ、汚い爆弾使うぞ使うんじゃねえのかみたいな。でもそれって、結局、ウクライナに使わせてるのはあんたたちでしょってことを言ってるわけでしょ。でもって、ゼレンスキー君は、なんと言ったかと言いますと、また、例のビデオメッセージで、はい。この戦争で、想像できるすべての汚いことのこの元凶が何か、みんなわかっている。最初に、ザポリージャ原子力発電所で、核の脅迫をしたのは、ロシアでしょ？わかってんの？と、強く反論したそうです。へぇー、そうなんだ。ゼレンスキー君、どうにかしてくれないですかね？自分で、核って煽ってさ、アメリカのバイちゃんと一緒になって、核って煽ってさ、しまいにはなんか、もう先にアメリカとか、どっか西側が、ロシアに核打ち込んだ方がいいんじゃねえのとか、言ってみたりとかさ。あいつバカなんじゃないの？あいつほんとバカだと思います。あんな大統領、見たことありません。はい。そりゃ、ロシアだって、下手したら使うよ。だけど、使うって、なかなか言わないじゃない。まず、核っていう言葉すら、使わないでしょ？プーチンだって、もう、どんな手でも使ってとかさ、もうその、なんていうの？もう、いかなる、手段を使ってでも、とかさ、そういうこう、ちらつかせる言い方するんだけど、ゼレン君は、核だ、もう核使っちゃえよ、もう、やばいよ、もう あっちがやる前に、こっちがやれよ、とか、ね？バカなんじゃないの、あいつ。おたけび G が言うのもなんですけど、あいつ人間じゃないと思いますね。多分ね、どっか変なね、星から来た、多分宇宙人ですね。多分絶対そうだと思います。あれ人間じゃないと思います。なので、皆さん、このもうゼレン君、よーく見てください。もう最近顔つきも変わってきてるでしょ？もう、あっちね、多分ね、本当に、もうすぐ角が出てきますよ。ってこんな感じで、角が出てくると思います。やばい、誰か止めてくんないかな？なんかゼレン君を止められる方法ってないでしょうか？はい、ということで、今回はただこんな話をしただけです。最後に、皆さんに質問があります。はい、答えられる方は、メッセージで答えてください。4択です。今回の、この、ウクライナ問題、ロシアが侵攻して、今回もう8ヶ月もう長いね。誰が、一番、悪いのか。いいですか？ 4 択ですよ。じゃか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 じゃん。1。もちろん、プーチン。もう、あいつが最初にやっちゃったから、ダメなんでしょ。プーチンで決まり。絶対プーチンが、悪い。じゃか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 じゃん。2. ゼレンスキーが、ミンスク合意を破っちゃったり、アゾフの言いなりになって、東部、南部やっちゃったから、プーチンが怒った。だから元はといえば、ゼレンスキーが悪い。
まあ、結構当たってると思うんだけどね。じゃか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 じゃんじゃん。3、バイちゃん。アメリカ大統領、バイちゃん。もうあいつが悪いに決まってるでしょ。もうなっても、ね、ロシアが、まあ、ウクライナに行っても、いや、アメリカは行きませんよとか、なんか、しっかりと、ロシアと向き合って話しないから、こんなことになっちゃったり、ね。もうウクライナにもう消しかけて、もうどん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 やれ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 みたいな、ね。もうただのボケ自身なのか、ただのバカなのか、なんなんだあいつは。ただのクソ自身だろ。もうさっさとさっさとやめちまえ。でもやめちまったら今度はカマラハリスが来るんでしょ。うわー、もう全然ダメじゃない。とにかく、バイちゃんが悪い。じゃ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 ーん。4、岸田文雄。岸、お前が一番悪いんだ。日本がこういう時には間に入って。いや、アメリカさん、それはちょっと、プーチンさん、それもちょっと、いや、ウクライナゼレンスキー君、君もね、みたいな。日本が一番間に入って、仲裁できる立場だったんじゃないのか、それは。お前なんかな。アメリカのなんかもう犬になりやがって、お前でも中国の犬でもあるし、お前、アメリカの犬でもあるし、お前は誰の犬なんだよ、お前。ああ、岸田文雄、お前が一番悪い。はい、ということで、4択。皆さん、誰が一番悪いと思います？はい。皆さん、ちょっと考えてみてください。まあ、おたけび G の答えは、次の動画で言います。誰が一番悪いのか。わかってるよね、みんなね。みんなね。うん。わかってるよね。日本人だったらわかるよね！ということで、シャインなら、バイビー。